サナル予備校。サナル予備校は、東京都新宿区に総本社を置く、株式会社サナルが展開する、小学生、中学生、高校生を対象として運営される、学習塾、予備校である。海外事業として、中国の大連、タイのバンコクにも会社がある。本記事では、運営会社である、株式会社サナルについても説明する。 学力を持って社会に貢献する人材の育成をモットーとして標榜しており、公立の小中学校に通う生徒を主たる対象としながら学年の枠を超えた内容で指導を行うケースも多い。高校生に対しては直接指導も行う。小中高一貫教育である。教師にはアルバイトは雇わないということに一貫してこだわっており、現在もなおアルバイトは一人もいない。 中学3年生のみ、8月に長野県の滋賀高原、または白樺湖への2泊3日の夏季合宿を行っている。2017年度より、地区によって中学受験に向けて小学6年生も夏季合宿を行う。年度により、他の学年も合宿を行う場合がある。2015年により、小学生将棋名人戦の協賛企業となった。 二千十六年より飛び立て、留学ジャパンの協賛企業となった。二千十六年より、東山動物園の秋祭りに参加している。現社なる予備校理事長である佐藤伊作の父である佐藤秀が、静岡県浜松市に小学生、中学生を対象とした佐藤塾を開校したことに始まり、これを佐藤伊作が引き継ぐ形で1973年から、 サナル院という公名で、静岡県、愛知県、岐阜県、石川県へと校舎を展開。1999年には、大学受験部門に進出し、2002年1月より、現在の公名である、サナル予備校へ変更した。現在は、愛知県、静岡県、岐阜県の3県に、約200校舎を保有している。2004年より小学4年生の指導を開始。 小学4年生から高校3年生までの小・中・高一貫教育を完成させる。また、CM に星野千一を10年以上起用していた。同年、全校舎の教室にストバードや C ・ B システム、ホワイトボードにマルチメディア教材を投影して授業を行うを導入。2005年より理科、社会の C ・ B コンテンツに NHK デュケーショルの協力による 動画素材を格納。2007年、九州北部と山口県に事業拠点を拡大した、さナるグループとして、新体制での運営を開始した。また、同年授業を DVD に収録し、動画視聴と学力トレーニング、2008年解消。オーダーメイド個別学習、コンピュータを利用する問題演習を併用した形で個別指導部門を新設。 小中学生の通常の学習のほか、中学受験や英検にも対応している。2009年、古藤事務所が用していた、高校生向け教育コンテンツ事業、コマッツを買収。東京本社内に高等部コンテンツ開発室を設置し、映像制作に当たらせ、大学受験部門に参入する。それまで、個別オーダーメイド学習パートナーとして、 小中学生対象の映像授業コンテンツは開発しており、静岡県と愛知県に教室を展開していたが、これにコメッツの映像資産と新たに開発したコンテンツを加え、大学受験までカバーする自立学習システムウィルとして改変を行い、2010年9月からは自社展開のみならず、全国多塾への販売開始した。また、同年11月、中学受験では、 都内の広明社を吸収合併した。2010年には関東を地盤とする栄光ゼミナールの株式の約32%を創業者から取得し、筆頭株主となったが、同社経営陣の抵抗を受けたため、翌年には進学会に保有する全株式を売却している。2016年3月にはさなる式タブレットが導入され、中学1年生から タブレット PC を使用して授業のサポートが行われている。2018年度より新小4中3において入塾テストを廃止した。公明のサナルとは創業地である浜松市にサナル湖という湖があることから名付けられている。サナルでは情報技術を活用した教育システムがある。株式会社サナルは東京都新宿区に総本社を置く小学生。 中学生、高校生を対象とした学習塾、予備校を運営する総合教育企業である。サナル予備校の規模の拡大を受け、サナル予備校から分離する形で創設された。現在は分離元であるサナル予備校をはじめ、広脇社、三島進学ゼミナール、九大進学ゼミなどの運営を行い、グループ総計で全国に約300校舎展開している。 東京都新宿区に総本社を置く小学生、中学生、高校生を対象として運営される学習塾、予備校、株式会社サナルの分離元、愛知県、静岡県、岐阜県を中心に幅広く展開している。サナスタ、初頭部、中等部、中一中三、高等部、高一高山ハイスクールウイルが存在。2018年現在、 197校舎を展開。株式会社サナルが展開する、高校生対象の映像事業。日本国内に7つの撮影用自社スタジオがある。自社直営校の大半は、サナル予備校高等部として展開。外部の塾でも導入ができ、加盟塾は200校を超える。ハイスクールウィルのコンテンツはサナル個別や、学力トレーニングにも引用されいる。 サナル予備校の一部校舎を使用し展開するサナルの個別指導。多くのカリキュラムがあり、語教科指導だけでなく、勉強習慣を身につけるための自立学習、力シリーズとして本を読むことで、国語力を育成する読書の力、パズル道場を使用し算数のセンスと思考力を育成するひらめきの力、小学校からトーイック600点を目指す英語の力、 文を作る能力を育成する作文の力がある。2018年現在、個別指導及び自立学習は1校舎41教室、力シリーズは138教室で展開。東京都文京区小石川に本部を置く学習塾、南関中学校、大学受験を対象としている。かつては株式会社広明社が運営していたが、2009年11月に、 経営環境の悪化を理由に株式会社サナルに吸収合併入れた。ただし、合併後も指導スタッフは旧広明社のままである。教材はすべて広明社によるオリジナルでキーマップノートと呼ばれ、約1ヶ月分の教材が入っている。テキスト類は大手出版社から一般書として刊行され、多塾でも利用されている。2018年現在、二校舎を展開。 静岡県三島市に本部を置く学習塾予備校。略称は、サッチ、三振もしくは、サッチゼミ。土根性を校訓とし、高校受験対策を中心に教育事業を展開している。2018年現在、13校舎を展開。福岡県福岡市博多区に本校を置く小学生、中学生、高校生を対象とした学習塾予備校。 福岡県を中心とした九州7県と山口県に校舎を開設している。2018年現在、九十三校舎を展開。サナルの一事業部ではあるが、広告代理店として、サナル内部では受験情報誌、サクセスロードやフリーマガジン、キッズジャーナルの出版を、外部では大学、高校の学校案内の受託、自治体や、 大手自動車会社販売店からイベント案内、企画運営を受けよう。提供する媒体もテレビ、紙面、インターネット、DVD、イベントと多岐にわたる。高級リゾート地として知られる、箱根の中でも一等地のゴーラ地区の高台にある、リゾート施設。福利厚生に含まれているので、社員は保養所として、格安で利用できる。さなる、グループの保養所の中で、ここが唯一。 社員の保養所としてだけでなく、一般向けに開放されている施設である。東京エリア、静岡エリア、愛知エリア、九州エリア、中国大連大万国サナルでは、新卒採用、中途採用、第二新卒採用、アルバイト採用など、幅広い間口で人材を募集しているが、生徒に対して、授業をする教師はすべて正社員である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。